エギタかとうえぎたかから1880年6月6日は文明開化期の学者、啓蒙家、外務官僚。養子に入り、高校少子を名乗った時期があった。米国で軍事と法律を学び、教員を経て演説家として名を馳せたが、外交官として都米語ピストル自殺した。貧語福山藩の呪艦、えぎに水の第四子として福山に生まれた。 幼名は、昭子、通称は、昭一郎。母は、都市。1856年、藩校茂行館に入り、1868年秋、長崎で、古べっきに学び、翌年、藩の推薦により東京の改正学校に転じ明治2年に、慶応義塾に学んだ。1870年、課長具白教の随員の一人として、ニューヨークへ渡り、 コロンビア法律学校に学んだが、1872年、病気の心脳と帰国し、1874年再渡米して、1876年、卒業した。その間の1875年、先週大学の母体、日本法律会社の結成に関わった。1877年、東京英語学校教諭、ついでその更新の東京大学予備門の教諭を務める。 その傍ら、啓蒙講演会の組織的運営を企画、1878年6月30日、生意気新聞発刊記念講演として、浅草に500人を超す客を集め、考古学と大森海塚発掘に関するエドワード・エスモースの講演会を開き、エギが通訳した。1878年9月21日、会費制のエギ学校講談会を発足させた。 社員として、富山昭一、福沢幸吉、青州、河津博之、藤田茂吉、モースが名を連ねた。この講談会は1879年10月まで30回、近く催され、常任講師の他に、長谷川康沼森和、島地木来、菊池大六、大内青蘭、トマスメンデンホール、加藤博之、杉教授、アーネストフェノロサ、小野アズ 辻真二、中村正直、佐藤百太郎、島田三郎、林正明、金子健太郎、田口幸地、長岡森吉なども登壇した。この講談会には、郵便放置新聞も関係したとされる。1879年12月、外務省初期間になる。1880年1月の高順社の発足に、際して、創立事務員として参画したが、 定義家の就任は渡米予定のため自体。1880年3月、記入の吉田清成中米大使に随行して、ワシントンに赴任したが、美術品密輸に関わったとして6月6日に、ワシントンの日本公使館で自殺した。去年31、墓は、谷中墓地にある。自殺に関しては、日本産品の輸入をめぐっての差別を、 在米日本商社から求断されたのが原因とする説がある。渡米の際に感触を利用して多くの美術品を無賃にて携帯し税管理の指摘するところとなり吉田講師に追求されたためとも言われる。冤罪に抗議しての自殺とも言われ遺言には西南戦争の関係と記されていたとされる。a b 高藤の電気明治気分第六編 宮武骸骨編、近藤義郎、ろう、佐原誠役、大森貝塚、岩波文庫 ISBN9 兆7840億334万3210、P131P135、森谷武志編、共同研究モースト、日本、小学館 ISBN9 兆7840億9358万212、中野磯野直秀編、 モース年表。大学ことはじめ、蘭学から英学、ドイツ学へ、純岡陽明、インサイトなう、2018.08、17、フェノロサ、ビゲロート法、妙意に山口誠一、日本ボストン会解放32、2008年9月29日、フェノロサ、日本文化の専用に捧げたい上山口聖一、三星堂。 1982P13、三田演説会と、慶応義塾系演説会、松崎金一、慶応義塾大学出版会、1998P548、小畑仁三郎のアメリカ留学、福沢研究センター所蔵資料紹介、西沢直子、近代日本研究14号、1997。ありがとうございます。